この肋骨の浮き出た感じも描きたいな。こっちの方では同じぐらいか。腰のあたり生えてる。なるほど、シワをね。シワがあるから隠れてるな、このフリー横だけ見えて、で2枚かかってるから、いい感じかも。内股がね、いい感じなんですよね、このフィギュア。こうちょっと、ね、柔らかさを表現するためにちょっとキュッとしてね、こで、こっから膝が始まると、サンダルみたいなのが入ってて、大きいリボンに、足の先が出てて、こんな感じか。こっちはちょっと角度が違うね。こっちは割と正面向きの足になってて、
高くはなりそうです。完成です。よし。どうかな、これ。いいんじゃないかな。割と、まあ、真正面だからね、この後ろの。結構フリルが多かったり、リボンがついてたりするけど、いい感じかも。残像みたいになってるね。よし。失敗。